どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、リクエスト動画になります。今日は、前髪が長い方向けの遅れ毛の出し方、あと巻き方のコツを今日はやってみました。で、前回は前髪がある方向けの遅れ毛の出し方だったりとかの方法をやってみたんですけど、長くなると前髪が結構どこの位置を下ろしたらいいかとか結構バランス難しかったりもするので、今日はそれを分かりやすく解説しておりますので、よかったら皆さん参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。前髪が長い状態で、だいたいこの目尻ですね、目尻から上に上がったところの髪の毛、この辺りぐらいの髪の毛を1センチ束ぐらいで下ろしていきます。これあんまり太すぎると多分ちょっとバランスが取りづらくなってしまうので、1センチ束で下ろして、だいたい目尻が少し隠れるか、まあ目尻あたりぐらいに落ちてくるようになれば OK です。その次はここの幅を少しちょっとぼかすというか隠れさせた方がいいかなと思うので、このだいたい真ん中あたりに落ちてくる髪の毛を取っていきます。だいたいこの上あたり、このぐらいですね、ここのあたりぐらいの髪の毛を先ほどと一緒に1センチ束ぐらいで下ろしていきます。最後にもみ上げのここですねの部分を、ここはだいたい5ミリぐらいでいいかなと思います。あんまり多すぎると結構ボテッとした感じの印象になるかなと思うので、気持ちこっちよりも少なめの量で下ろしていきます。両サイド取り終わったら、多分ここに分け目が結構出てきてくれるかなと思うので、これ隠さないとちょっと恥ずかしいかなと思うので、しっかりと後ろに向かって櫛で溶かして分け目を隠していきます。カールが取れやすい方はリーゼのカールローションをワンプッシュだけ取って、手になじませて毛束につけていきます。毛束に軽くなじませていきます。髪の毛の毛束がしっかり乾いている状態であれば、次にアイロンを使っていきます。今回はクレイツの 26mm でやっていきます。顔周りの一番目尻の横ですねの毛束を取って、コテで外巻きですね、プッシュレバーが前に来るような感じにして毛束を後ろに持ってきて、だいたい中間の位置ぐらいから巻いて、でこの時に縦にコテを入れることが重要です。でそのままスーッと毛先に滑らしてくると、このぐらいのカールが出てきます。次に真ん中の毛束を同じように取って、次プッシュレバーを後ろにして毛束を前に向かって内巻きに巻いていきます。これも同様にコテを縦に入れて、中間から1回転だけさせて毛先に向かってスーッと滑らしていきます。このぐらいのカールがつきます。もみ上げ部分も同様に毛束を取り出して、プッシュレバーを前にして毛束を後ろに巻きつけていきます。外巻きの状態ですね。で中間からコテを縦に入れて、そのままスーッと毛先に向かって滑らしていきます。反対側も同じ手順でやっていきます。まずは外巻き、次に真ん中の毛束は内巻き、最後もみ上げの部分は外巻き。巻き終わったら次にリレイのバージョンをつけていきます。指に少しだけなじませて、毛束感が綺麗になるように、毛羽立ちがないようにしっかりとつけていきます。次に毛束を広げていきますね。この広げるのが結構重要で、なるべく細かく髪の毛を裂くような感じにして広げてあげると、よりルーズに仕上がってくれます。はい、こんな感じで仕上がりました。前髪が長めな方向けの遅れ毛の出し方になります。よかったら参考にしてみてください。
今日また使ったのはクレイツさんのホリスティックキュア 26mm で、32mm でもぶっちゃけいいんですけど、 26mm の方がなんていうんですかね、結構カールの持ちも良かったりとか、あとこれを使ってちょっと緩巻きの練習すると結構なんていうんですかね、他のヘアスタイルでも使える方法になって、あと、ね、やっぱ長持ちするので結構僕は 26mm を使うことをお勧めします。で、あとは、カールローション、今日はリーゼさんの、カールローションを使って、巻きが取れやすい方はこういうのを使ってあげて、巻いてあげるとやっぱり長持ち全然しますし、あとパサつき、乾燥パサつきが多い方はリレイさんの、フリーバーム、これをつけてあげることによってまとまり感だったりツヤがしっかり出てくれるので、結構個人的にはこの3つのアイテムを使うとおすすめだと思いますので、前髪が長めで遅れ毛で悩んでた方、よかったらこの方法でやってみてください。動画をよかったら、グッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさよなら。